1820年のアメリカ合衆国。水売り州の西の境界がまだ直線であることを示している。水売り協定は未編入領地での奴隷制を禁止し、水売りで許可した水売り州の地図で見たプラット買収の土地。赤い色で強調しているプラット買収は、1836年に水売り州がインディアン部族から土地を買収して、 州の北西の角に土地を加えた歴史上の事件を指す。1836年のプラット買収はミズーリ州にその北西の角をなす3149平方マイルの土地を加えた。プラット買収地はアンドリュー郡435平方マイル、アッチソン郡、ブキャナン郡410平方マイル、ホルト郡462平方マイル、 ノダウェイ郡877平方マイル、プラット郡を含む。これらのエリアは現在カンザスシティ国際空港とカンザスシティ北西港、セントジョセフ、マウンドシティ、メアリービルを含んでいる。州間高速道29号のミズーリの部分のほとんどすべてはこのエリア内にある。デラウェア州とロードアイランド州を合わせたサイズとほぼ同じくらいの面積を持つエリアである。当時、 ミズーリの西の境界は、カンザスシティにあるカンザス川の河口の位置に相当した。買収により、ミズーリの境界は北西に向かって、整形95度46分まで拡大した。この買収は、カンザス州レブンワーストリデで、ウィリアム・クラークが取り仕切った。マーティン・バン・ビューレンは1837年3月28日に、このエリアを、ミズーリの一部と宣言した。 これに関連した部族は、アイオア部族とソークとフォックスの部族の連合だった。部族には土地に7500ドルが支払われた。政府は、それぞれの部族に快適な5軒の家を建てて、200エーカーの土地を耕して、200エーカーの土地に柵を張って、農夫、単野校、教師、通訳を与えて、農具を与えて、家畜を与えて、その他の多くの細かいものを与えようとした。 部族は後にカンザス州とネブラスカ州になるミズーリ川の西の居留地に移動することに同意した。この時、およそ1000名のアイオア族、500名のソーク族、1200名のフォックス族がいた。部族は当初は高級的に土地を守ることを約束されていた。しかし、白人入植者たちはすぐにこの合意を破った。ありがとうございます。